県央基幹病院は9階建てで400床を備え、断らない救急を掲げて年間6000件の救急搬送の受け入れを目指しています。内覧会では関係者が救急車の入り口から直結し素早い処置ができる救急外来や病室、手術室などを見学しました。非常に効率的に、そしてまた効果的に人がスタッフが動けるようになっているように思いますし、この新しい病院を十分に活用して、地域の医療、地域の方々の願いに応えるべきだというふうに思っています。来月1日の県央基幹病院の開院に合わせて、三条総合病院と燕労災病院は閉院となり、入院患者が移送されます。